はい、皆さんこんにちは。酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、菊水酒造の白缶です。これはですね、菊水酒造の、まあ、いわゆる一番の、なんていうかな、すべてのおいてスタンダードな菊水という、ね、名目で。一番安い。まあ、いわゆる普通酒。菊水の普通酒っていう感じです。はい。すっきりとしたうま口って書いてあります。うん。アルコール度数が15度。これが 180ml。米、過去国産。米麹、過去国産米。醸造アルコール。まあ、普通の。だって普通の。しっかりうまい。と書いてあります。まあ、すべてにおいて、美味しい飲み方、常温でそのまま。と、あと冷蔵庫で冷やしてと、ぬるめのお缶でと。書いてあります。うん。やはり、この菊水のね、白缶。こちらは、まあ、一般的な普通酒ということで、どういう感じで今まで飲んできた菊水とは違うのかという、ね、確かめるべく、ね、飲んでいきたいと。いて。ね、思います。まあでも、菊水は基本的にやっぱ缶ですね。缶酒が多い。あ、やべ、これのね、製造日が12年の12月4日。去年のやつですね。だから11ヶ月ぐらい過ぎてる。違う、10ヶ月過ぎてる。まあ、これも賞味期限ないんで大丈夫です。それではいただきまーす。乾杯。うん。あー、これぞ日本酒。そして今日のつまみはこれ。またしても豆腐なんですけど、おぼろ豆腐。何がおぼろなのかって気になって買ってみました。これ男前豆腐店じゃないです。普通に100円ぐらいで売ってたんで。ね、おぼろ豆腐って書いてあって、何がおぼろなんだろうなと思って、こんなでかいのに入ってて、あらーと思ったんです。まあ、ちょっと食べてみたいと思いますが。え、すげえんだけど。ほとんど汁なんだけど。ちょ、汁を飲んでみます。うん。あのね、これね、多分汁飲むもんじゃないと思うんだ。これは。この量は。してまーす。あ、すげえ。これ結構すげえぞ。これ。なんか、なんか変わった豆腐ですね。粉み感があるけど。変わった豆腐ですね。豆腐といえば、いわゆるなんかちょっと、粒がなんか、粗い？いただきます。あ、これ粗い。あ、粗いですね。これは。うん。いわゆるクリーミーじゃなくて、粗々しい。なんか、いわゆる、豆腐ですって感じの豆腐ですね。これは。今まで食ってきた、男前豆腐店がいかにこうクリーミーかっていうのを分からしてくれる。至って、普通のなんか、豆腐っぽいですけど。いやでも、うん。でも、まあ。
でも普通の豆腐がちょっと粗いのかな。ちょっとおぼろ豆腐でググってみようか。いや、でも美味しいですよ。久々に普通の、普通の豆腐食ったわ。普通の豆腐食ったわ。おぼろ豆腐。水にさらさず、直接容器にすくい上げたものは寄せ豆腐、おぼろ豆腐という。ああ。うん。まあ、いわゆる絹ごし豆腐とかあるじゃないですか。ちょっとまろやかな。ね。木綿豆腐に近いですね、これは。木綿豆腐とか、ソフト豆腐、絹ごし豆腐、重点豆腐。うん。これは何の豆腐だ？これ確か、いや、これおぼろ豆腐しか書いてない。これおぼろ豆腐としか書いてないですね。重点豆腐。濃い豆乳に凝固剤を加えて合成樹脂製の角型に容器を充填して摂氏90度で40分から50度加熱して形成して冷却した。ああ、なるほどね。まあ、とりあえず、普通に、また、ね、醤油かけて食べますけど、醤油と、ね、なんだ、生姜とかけて食べますけど、うん。あ、うまいわ。なんか、前食ったのよが、こう、前食ったっていうか、ね、男前豆腐よか、濃厚じゃない分、サラサラっといける感じの冷ややっこ気分で。うん。いけるタイプのあれですね。うん。あ。でもこのやっぱ白缶は菊水、あんまりやっぱりあんま美味しくないですね。美味しくないっていうか、うん。うん、まあ、うん。やっぱり、赤色のやつとかは、だいぶ、味が落ちていらっしゃる。さすが。だって普通の日本酒っぽいもん、これ、なんか。うん。とりあえずね、全部、今まで飲んだやつ。で、生酒の方はもう全部消化したんで、もうこれから普通酒っていう感じの生じゃないやつを押していきたいと思います。ね。やっぱこれ微妙だな、これな。ああ。この、日本酒もまた微妙ですね。なんか、あ、でも豆腐うまいな。冷ややっこで食ってるわ。あ、うまい。まあ、何が冷ややっこかわからんけど、とりあえずこれはうまいね。普通に。量も多いし。で、うん。醤油ぶっかけて食ってうまいし。サラサラっと食えてうまいし。これはこれで美味しいです。うん。あ、でもうまいわ。夏に食いたい。今暑いからちょうどいい。なんか濃厚じゃないから、うまい。うん。
おぼろ豆腐。すべての豆腐の基本加工。基本原点だって。へぇ。おぼろ豆腐っていうのは、すべての豆腐の基本と原点。食べる直前に電子レンジで2分ほど温めますと、香り豊かな甘みが感じられます。そのままシンプルに塩を振って、オリーブオイルかけてくる。はぁ、あ。なるほどね。絹ごし豆腐っていうのは、水分を絞る前の豆腐。で、木綿豆腐は水分を絞った豆腐と。なるほど。俺個人的に絹ごしの方が好きなんだ。水分あった方がまだ好きですけど。にがり。にがりというのは何なのかと。全然わかんない。もう未だにわかんない。にがりって何？いや、俺もわかんないです。にがりって何なんだろう。ググります。間違えた。にがりって何なんだ。にがりとは、海水から取れる塩化マグネシウムを主成分とする食品添加物を、海水から塩を作る際にできる余剰なミネラル分を多く含む粉末または液体であり、主に伝統的製法において豆乳を豆腐に変える凝固剤として使用される。概要。海水に含まれている塩類は塩化ナトリウムが大部分を占め、海水から食塩を生成する場合、塩化ナトリウムが先に結晶化するので、これをかき集めるなどして物理的に取り除いた後に残る液体が、にがり、である。にがりの成分は、塩化マグネシウム。あ、違う。塩化マグネシウムか。塩化ナトリウムが塩です。いわゆる。塩化ナトリウム。塩化マグネシウムですね。はぁ。塩化マグネシウムがほぼ中心と、にがりと。他にナトリウム、カリウムを含む。味は主にマグネシウムイオンにより、文字通り苦い。代表的な製法である海水加熱法では、硬述するにがりにカルシウムはほとんど含まれない。あ、なるほど。塩化マグネシウムが塩なんですが、塩を作る際に、いわゆる海水を塩にするために、先に塩をもうバババーっと取ってしまって残ったやつがあってことか。つまるところ海水の塩を除いたものっていう感じでいいのかな？多分。わかんないけど。まあ、にがりの主成分は塩化マグネシウムだそうです。うまい。うまいうまい。いやー。豆腐うまいな、やっぱな。なんだかんだ言って。今日だけね、めっちゃなんか豆腐食ったわ。なんか。
ああ。つまり塩化マグネシウムをたくさん取りたいんだったら、にがりを食べなさいというか、飲みなさいってこと。そんな人まあいないですけど。菊水の白缶。白缶。白缶。これのね、1リットルサイズのやつの缶もあるんですよ。1リットル缶の日本酒のこの白缶があるんで、これはなかなかすごいですよ。うん。まあ、シェアする人間がいないんですけどね。仲間が集まれば お酒の好みもいろいろ、1.8 リットルの日本酒では多すぎて、720ml では物足りない。でも、うまい地酒を飲みたい。そう思うのは当然の流れでしょう。そんな時は缶シェアリング。白缶はみんなで飲むのにいい、ちょうどいい。1リットル。しかも新潟の地酒でありながら、1リットルで900円と断然お得。ああ。見た目もユニークなので見て美味しい。飲んで美味しい。新しいスタイル。だって。確かに新潟の地酒ですね。うん。持ち運びに便利。瓶に比べて割れにくく捨てやすいアルミ缶。スーパーマーケットやコンビニなどで買い物カゴを入れるのもさっと抱えてレジに行くのも手軽で楽々。なるほどね。確かに、うん。なんかすごいな、これ。見た目に惹かれて買ってみた。うまっ！これなのー。お、これ買ってくれや。これ逆だな。お、これ買ってくれや。うまっ！これなのーって言ってます。なんか、アメコミ風のなんか、なんだ。漫画風になんかなってますけど。ちょいとつまみ買ってみてくるわ。うまっ！軽い。案外軽くて持ち運びやすい。宅飲みに便利な注ぎ口付き。ん？注ぎ口？ほう。うまっ！素敵。注ぎ口付いてなかったら缶じゃねえじゃん。もちろん味もすっきりうまい。ほう。いけるねえ。グビリグビリ。てか、注ぎ口ついてないわけないだろ。1リットルだからの仲間と楽しくシェア。Yes, we can. Oh, big size. Oh, 白缶。冷蔵庫のストッカーにジャストサイズ。ゴミ出しも楽々、しかもエコ。チャララララ。だそうです。うん。まあ。でも1リットルで日本酒で缶のやつはなかなか珍しいんじゃない？まあ定価が900円ですからね。まあ、すごいんじゃない？よくわかんないけど。うん、まあ、普通の缶ですね。うん、いわゆる、白缶の、いわゆる、
あの、500ml の2倍のサイズの缶です。普通の、あの、なんだ。プレタブ?プレタブがついてる。だがしかし、飲み切れなかった場合には、あの、これがついてきますからね。これが。このでかいバージョンがついてくるんで。これで蓋して、でできるわけですね。なるほど。うん。確かに、なんかあんまりうまくないとかって言ってた割には、案外美味しいと。と感じてきた。今日この頃。あれ?なんか意外とうまいんじゃない?うん。うん。案外なんか、そこまで普通酒の、あれを、やっぱ地酒だけあるのかな?うん、何か、うまいような気がしてきた。うまいような気がしてきたっつうか、事実飲みやすいですよね、これは。多分。うん。あんまりなんて言ったらいいかわかんないけど。うん。普通に美味しい。うん。あ、やっぱりあれなんだ。あの、菊水はね、一般的な、日本酒?清酒と比べると、あれがないっぽいですね。苦味と渋みがなくて、軽快で後味すっきり。で、旨味があると。いうのが特徴みたいです。はあ。確かに一般的なそこら辺の清酒の100均とかで、100円とかで売ってるやつに比べると、明らかに俺が、うん。うわ、まずってならない。のは、おそらく、やっぱすっきりしている。無駄になんか濃厚っていうか、濃厚ではないんだけど、なんつうのかな?これ難しいですね。うん。なんか、変なコクが残ってくるんですよね。日本、米のなんか香りみたいのが無駄に残ってくるんですよ。うん、ああ白缶残り。1リットルのやつに、あれなんだ、注ぎ口が付属されてるんだ。注ぎ口っていうのは、まあ、いわゆる、ここにね、今、ウェブで載ってるんですけど、まあ、いいや。ウェブを見せればいいのか。カメラでウェブを見せればいいのか。ほら。これですよ。ここの部分があるらしいです。こういう感じで。あ、なるほどね。ああ、そういう魂胆か。はあ。そういう意味で注ぎ口が付属しましたって書いてあるけど、そういうことなのか。注ぎにくい。他の容器に注ぐときこぼれてしまう。という意見があり、取り付けタイプの注ぎ口を作りました。はあ。なるほどね。
構いろいろ、声も、お客様の声も、ちゃんと、あれしてるっぽいですね。いや、さすが。さすが、菊水。やりよるわ。俺の住んでる場所だけあるわ。うん。うん。うまい。この豆腐うまいわ。ああ。ほとんどこれ冷ややっこレベルだ、これ。うん。確かにすっきりしてる。これは。どう見ても他のやつと比べて、日本酒と比べて。うん。すっきりとしている。な、確かにな。うん。え？菊水のワンカップ9種類もあんの？嘘ー。と思ったら別に大したことなかった。ああ、なるほどね。まず一つ、ゴロハチと、菊水の辛口と、菊水の四段仕込みと、菊水の、黒いやつと、菊水の緑色の新米のやつと、菊水の金色と、菊水の赤色。前飲んだやつ。菊水の純米酒と、この菊水の白缶。おお。そろっとゴロハチの季節だな。ゴロハチめちゃくちゃうまいからな。マジで。これも菊水なんですよね。俺が一番、日本酒の中で一番好きなのはやっぱりゴロハチですね。二番目は多分菊水の赤色のやつかな。うん。うん。菊水の熟成が2番目。ゴロハチは本当美味しいですよ。ゴロハチ。みんなもぜひ、まあ、濁り酒ですけどね。ゴロハチはね。うん。あ、うまい。この豆腐うまいぞ。はい、あ。このなんか、スキッと食える。うん。すっきりしてるのがいいね。船口の金色のやつの缶の1リットルのやつも売ってるっぽいですね。へぇ。ちなみに、船口は、菊水は40周年を迎えてるっぽいです。結構歴史ありますね。ん？これにはちょっと突っ込めない。パンツ感っていうのがあるらしいです。いわゆる、これの缶にパンツが入ってる。まあ、アダルトグッズ的なのがあるらしいですね。なんか、秋葉原にあるらしいです。なんか、作りが悪いと、本当になんか、チクチクしそうだよね、パンツってね。なんか、
あの、なんだ。うん。いわゆる麺じゃなくてさ、ポリエステルのさ、なんか、チクチクってしそうだよね。なんかね。まあいいわ。で、そうそう。俺今まで気になったんですけど、あの、日本酒でよく聞く、冷やおろしっていうのが何なのかというのが気になった。冷やおろしっていうのが何だか全然わかんないんですけど、どういう意味なんだ？冷やおろしとは、その昔、冬に絞られた新酒は劣化しないように春先に火入れ、過去加熱殺菌した上で、大桶に貯蔵し、一夏を越して外気と貯蔵庫の中の温度が同じぐらいになった頃、二度目の加熱殺菌をしない冷やのまま、大樽から樽におろし、出荷した頃からこのお酒は冷やおろしと呼ばれ、冬の酒として珍重されてきました。つまりどういうことなんだ。二度目の火入れをしないわけ。日本酒では発酵をやめ、殺菌、雑菌を殺し、香味を保つため、火入れという低温、加熱、殺菌を行います。通常は2回、貯蔵する前に1度、さらに出荷直前に1度行われます。冷やおろしはこの2度目の火入れをせずに出荷されます。うん。つまり、火入れをしない、二度目の火入れをしないで、そのまま、やったと。出荷したやつ。なんとなく分かったような、分かんないような。まあ、それによってなんかいろいろ、うまいらしいですよ。簡単に言うと。お酒本来の香味が生きる、蔵出し風味。それが冷やおろしです。うん。うん。うまかった。ああ、うまかったわ。いやあ。食った食った。うん。まあ、こんなこんなで、食べ終わりました。はい。ね。うん。でもこの菊水の白缶は、普通の、あの日本酒に比べて、やっぱり美味しい、すっきりしてる。後味があんまりない。ので、すっきりとした美味しさが楽しめる。だから日本酒が嫌いな人でもあんまりまずいと言わずに飲める。うん。うん。あれ？これあんまり日本酒、今まで飲んできた日本酒とちょっと違うなという感覚で
飲めるんではないかと俺は思います。うん。まあ、人それぞれだと思いますけども、まあそもそもまあ日本酒嫌いな人は日本酒飲まないと思うんですかね。確かに。それはそうなんですけどね。うん。うん。まあでも、やっぱり、新潟の地酒っていうだけでも飲む価値はあるとは思いますね。これは。うん。いかに菊水の、凄さがわかるかっていう。すごい。うん。うん。日本酒嫌いな俺でもこんなに美味しく飲める普通酒があるのかという状態ですね。うん。うん。まあ少なくともうまくはないんですけど、まずくはない。ということで三つ星です。まあ、これはあくまで俺の観念ですが、多分俺じゃなくて日本酒が好きな人が飲んだら4は行くんではないかと思われます。それではご視聴ありがとうございました。